眉村千秋の新曲「消えない」がリアル脱出ゲーム「リアル忘れ物探偵」と1万人の中に消えていった歌声のテーマソングに決定した。リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声は8月23日、24日、25日に千葉幕張メッセで開催されるリアル脱出ゲームフェスティバルの周遊コンテンツだ。開催されるリアル脱出ゲームは全15コンテンツ以上、そしてその全てが新作となる。消えないはゆったりと心地よいメロディに、伸びやかな眉村の歌声が重なる新曲であり、リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声のために書き下ろされたもの。同曲はリアル脱出ゲームフェスティバル当日の会場にて初公開される。眉村千秋は日頃からリアル脱出ゲームを楽しんでいるとのこと。以下にコメントをお届けしたい。主人公がシンガーソングライターなので、ザ・日本のシンガーソングライターな曲を意識して作りました。その中でも眉村千秋っぽさというか、私の癖が出ていると思いますので、そのバランスも楽しんでいただけたらと思います。最初は胸の内に秘めたようなお部屋にこもって鼻歌を歌っているようなシンプルさを、曲の展開が進むにつれて壮大さが出るようにストリングスを研究しました。3種類の弾き方を重ねたり、いつもベースで遊びすぎているので、今回は歌は歌詞を引き立たせるシンプルさを意識したり、歌詞もまっすぐ、よりストーリーに溶け込めるようにしっかりと主人公に寄り添って制作することができたと思います。手応えがありすぎて胸を張って眉村千秋の自信作とになったと言えます。スクラップのリアル脱出ゲームをちょうどプライベートでしてから2日後くらいに書き下ろしのお話をいただいたので、とても驚きましたし、まだ謎が続いているの？と混乱しました。いつも謎解きをチェックしているので、まさか音楽で新作に携われるとは光栄です。ぜひ謎を解く前と解いた後でこの曲を味わってみてください。眉村千秋、リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声テーマソング、眉村千秋。消えない作詞作曲編曲歌唱、眉村千秋リアル脱出ゲームフェスティバル8月23日金曜日、千葉幕張メッセ展示ホール4から70。8月24日土曜日、千葉幕張メッセ展示ホール4から70。8月25日日曜日、千葉幕張メッセ展示ホール4から7。リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声。8月23日金曜日、9時30分22時千葉幕張メッセ展示ホール70。8月24日土曜日、9時30分22時千葉幕張メッセ展示ホール70。8月25日日曜日、9時30分22時千葉幕張メッセ展示ホール7。最終受付20時チケット前売り、ワンデーパスポート一般1800円、ワンデーパスポート学生8800円、サンデーズパスポート一般3万円、1万円。1日チケット当日、ワンデーパスポート一般11800円、ワンデーパスポート学生9800円、特典付きチケット料金プラス3500円。